はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はタカラトミーアーツの遊べる生物フィギュアシリーズから危険生物大百科恐怖の牙、こちらを紹介したいと思います。こちらがですね、タカラトミーアーツの展開している可動ギミック入りの生き物系カプセルトイ遊べる生物フィギュアシリーズというのがあるんですけど、その遊べる生物フィギュアシリーズの中に存在する危険生物大百科というシリーズの第3弾となります。まあその名の通り、人間にとっての危険性をはらんだ生き物たちを可動ギミック入りのフィギュアとして商品化していくシリーズとなっております。お値段は1回300円で、ラインナップは向かって左からライオン、アリゲーター、そしてヒアリ、この3種類となっております。それじゃあ1種類ずつ見ていきたいと思います。それじゃあまずはこちらから見ていきたいと思います。ラインナップ1つ目のライオンでございます。ライオン見た目はこんな感じになってますね。はい、まあ、造形は普通によくできているんじゃないかなと思います。この縦髪の毛並みの表現とか、胴体のね毛並みの表現とかしっかりと造形されてますし、筋肉表現もねかなり頑張ってますね。お顔の方もしっかりと造形されております。はい、まあ、造形の方ねよくできているんですけど、塗装の方も結構頑張ってますよね。この縦髪の毛の根元から毛先に行くに従って微妙にグラデーションかかった感じになってたりとか、あとは目も鼻も口も牙も塗装されていて、肉球も塗装されていて、尻尾の先端も塗装されていると、はい、塗装箇所が結構多くて、造形も塗装もしっかりしているので見た目はすごくいいんじゃないかなと思います。でこちらのライオンなんですけど、遊べる生物フィギュアシリーズということで可動ギミックが盛り込まれております。で可動なんですけど、まず口が開閉するほか、頭がボールジョイントで可動して、であと足が4本すべて前後に可動するようになっていて、さらに尻尾も可動するようになってますね。はい、可動箇所がめちゃくちゃ多いんですよね。なので動かしててかなり楽しいですね。こんな感じで飛びかかるライオンなんかもね再現できますね。はい、この可動箇所の多さは動かして結構楽しいので、これはねかなりいいポイントなんじゃないかなと思います。でこのライオンにはね付属品がありますね。付属品としてこういう、肉ですね骨付きの生肉が付属します。これをこのねライオンにこうやってね加えさせることで、こういうねライオンは他の獲物を飼って肉を食べますよっていう、そういうね生物界の弱肉強食、食物連鎖っていうのを、まあ、お子様たちにもね伝えることができるという、そういう上層教育上ね非常に優れたアイテムになっているんじゃないかなと思います。はい、というわけで、まあ、こんな感じのね肉が付属しますね。でこっからはサイズ比較ですね。サイズ比較としてだいたい12分の1スケールのアクションフィギュア SH フィギュアとのボディ群と並べるとこんな感じになります。で他のライオンのフィギュアと比較すると、アニアの第1弾のライオンと比較するとこんな感じですね。このアニアの第1弾のライオンはかなり古いアイテムですので、さすがにそれと比べると今回の危険生物大百科のライオンの方が造形クオリティは高いかなと思います。で続きまして、アニアのライオンのワイルドバージョンと比較するとこんな感じですね。はい、ポージング的にはねこのワイルドバージョンのアニアの方が躍動感があっていいんじゃないかなと思いますけど、まあ、そのあたりはこっちのね危険生物大百科のライオンは、まあ、可動ギミックがありますので、足を動かすことによって、まあ、カバーしていく感じじゃないかなと思います。で、さらにアニアの第1弾のライオンのリニューアルバージョンのライオンですねと比較するとこんな感じになります。このアニアのリニューアルバージョンのライオンはアニア界のライオンの最新アイテムとなっておりますので、さすがにね造形レベルはめちゃくちゃ高いですね。これと比較するとこの危険生物大百科のライオンもちょっと見劣りする感じはありますけど、まあ、そこはねこの可動ギミックの、可動箇所の多さでカバーしていく感じなんじゃないかなと思います。はい、というわけで、まあ、他のねライオンフィギュアと比較するとこんな感じでございました。はい、というわけで危険生物大百科恐怖の牙のラインナップ一つ目ライオンでございました。まあ、出来はね普通にいいと思います。造形しっかりしてますし、で塗装もねかなり頑張ってますし、物としてのクオリティはかなり高いと思います。であと可動箇所が多いのもいいですね。
可動箇所がたくさんありますので動かしてて楽しいアイテムとなっております。でそこに加えてさらに肉が付属するというね、はい、そのあたりでもねプレイバリューの高さアピールしてきておりますので、まあ、結構ねおすすめのアイテムとなっております。はい、というわけで、危険生物大百科恐怖の牙ラインナップ一つ目のライオンでございました。それじゃあ続きましてこちら見ていきたいと思います。ラインナップ2つ目のアリゲーターでございます。そうアリゲーターなんですよね。イリエワニとかナイルワニとかじゃなくてアリゲーターなんですよね。アリゲーターの見た目はこんな感じになっておりますと。はい、この背中のゴツゴツした感じとか、あとはこのお腹のね鱗のモールドとか造形はね結構頑張っているんじゃないかなと思います。で塗装の方もこのお腹のあたりとか特にそうなんですけど、こう汚し塗装みたいな感じになっていて、この鱗のモールドが浮き立つ感じになっているのはこれはありがたいですね。はい、目も塗装されていて、まあ、塗ってほしいところはだいたい過不足なく塗っている感じで、造形も塗装も普通によくできているんじゃないかなと思います。でこのアリゲーターですね、遊べる生物フィギュアシリーズということで可動ギミックが盛り込まれております。で可動なんですけど、まずね口が開閉しますね。で口は上顎は塗られているんですけど、下顎は塗られていないっていうのはちょっと寂しいですね。はい、であとは頭がボールジョイントで可動しますと。ボールジョイントでねこんな感じで回転稼働もできますので、こうやってね頭だけでデスロールするアリゲーターみたいなのもねできますね。はい、であとは尻尾が左右に稼働します。はい、以上がこのアリゲーターの稼働ギミックでございます。でこのアリゲーターね、あの付属品があります。付属品としてこういうね亀が付属するんですよね。甲羅に手足を突っ込んだ状態の亀が付属するんですけど、これ何に使うのかっていうと、こうやってアリゲーターに加えさせることができるんですよね。はい、もうこんなのね、ここまで来たらもうあとはこの亀は自分の甲羅の防御力を信じるしかない状況ですよ。ここまで来たらねもう自分の防御力を信じてあとは座して待つみたいな感じのね、このアリゲーターの顎の力が勝るか亀の防御力が勝るかのねどちらかですよ。まあ、こんな感じでねその自然界の弱肉強食の、こういうね無慈悲な世界っていうのもね再現できますね。はい、こういうね食物連鎖の世界ですよっていうのも、まあ、お子様にね伝えることができる、そういう上層教育上非常に優れたアイテムなんじゃないかなと思います。はい、というわけでこういうね亀が付属しますね。でサイズ比較ですね。サイズ比較としてだいたい12分の1スケールのアクションフィギュア SH フィギュアとのボディ君と並べるとこんな感じのサイズ差になります。はい、で他のワニフィギュアとの比較ですね。アニアのナイルワニと比較するとこんな感じになります。はい、このアニアのナイルワニは結構ね古いアイテムですので、まあ、それと比較するとこのね造形とかポージングとか今回のこの危険生物大百科のアリゲーターの方がだいぶ進化している感じはしますね。で、今度はねアニアのイリエワニですね。イリエワニと比較するとこんな感じになります。はい、このイリアニはねかなり躍動感のあるポージングですので、まあ、ポージングの面ではこのイリアニの方が躍動感高いなって思うんですけど、まあ、こっちのね危険生物大百科のアリゲーターには首の可動ギミックと尻尾の可動ギミックがありますので、まあ、そのあたりのね可動ギミックで勝負していく感じになるんじゃないかなと思います。はい、というわけで危険生物大百科恐怖の牙のラインナップ2つ目のアリゲーターでございました。普通にねよくできているんじゃないかなと思います。この背中のゴツゴツした感じとかしっかりと造形されてますし、このねお腹の部分のねモールドが浮き立つ感じとかね、塗装の方も、まあ、過不足なく塗装を施されておりますし、まあ卒がない感じのワニのフィギュアっていう感じがしますね。でそこに来て、亀ですね。亀が付属しておりますので、まあ、この辺りのね付属品でもまあ、アピールしている感じっていうのはあるかなと思います。はい、まあ、ラインナップ3種類の中ではどうだろうね、卒がなさすぎてちょっと地味な感じはありますね。はい、まあ、でもクオリティ自体はね普通に満足いくものとなっております。というわけで、
ラインナップ2つ目のアリゲーターでございました。はい、それじゃあラインナップ3つ目ですね。ヒアリでございます。はい、ヒアリがラインナップされているっていうね。で、ヒアリの見た目はこんな感じになっております。はい、どうだろうね、アリのフィギュアとしてはまあそつない感じの造形なんじゃないかなと思います。ただ僕は実物のヒアリっていうのをまじまじと見たことがないので、その再現度的な意味で実際のヒアリをどこまで再現しているのかっていうのはちょっとわからないですね。で、造形の面で一つ気になった点としては、このね、口の先端、この牙と牙の間が埋まった感じになっているんですよね。これ多分本来は抜けていてほしい部分だと思うんですけど、まあ、ここが埋まっているのはちょっと残念なポイントなんじゃないかなと思います。で、あと塗装に関しても、まあ、見ての通りね、このヒアリっていうのは大きく分けて2色で塗り分けられていて、濃い茶色とオレンジで塗り分けられているんですけど、で、このオレンジの部分はね、もうちょっと濃い色のオレンジでぼかし塗装みたいなのが施されているんですけど、この塗装に関してもね、ちょっとのっぺりした印象が強いんですよね。このあたりの造形面塗装面においてちょっとね、残念な感じがあるというか、今回のラインナップ3種類の中ではこのヒアリっていうのが他の2種類に比べて、まあ、出来としてはね、ワンランク落ちるんじゃないかなっていうね、そんな印象はありますね。まあ、ただこのヒアリっていうのは、そのヒアリがフィギュアとして商品化されたっていうね、そこが最大のセールスポイントだと思いますので、もうその1点のみで他の2種類にタメを張っているっていうね、そんな印象はありますね。はい。で、このヒアリの稼働ギミックですね、ヒアリは頭がボールジョイントで稼働するようになっております。で、ヒアリ稼働ギミック、ここだけですね。ここしか動かないですね。まあ、この稼働ギミックのこの頭しか動かないっていう稼働箇所の少なさ、これもちょっとね、このヒアリの出来についてね、今回のラインナップ3種類の中で一番ヒアリがね、残念な出来になっているんじゃないかなって思わせる部分のね、一つですね。はい。まあ、頭部が稼働しますという感じですね。で、このヒアリのサイズですね、サイズ比較として、だいたい12分の1スケールのアクションフィギュアの SH フィギュアのボディ群と並べるとこんな感じのサイズになっております。これぐらいのサイズと比較すると、このヒアリのサイズっていうのは明らかにめちゃくちゃでかいんですけど、まあ、こういうね、フィギュアとこれぐらいのサイズのフィギュアと一緒に絡めて遊んで、このね、怪物ヒアリみたいな、モンスターヒアリみたいな感じで遊んでもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、危険生物大百科恐怖の牙ラインナップ3つ目のヒアリでございました。まあ、先ほども言いましたけど、造形面、塗装面、可動面全てにおいて今回のラインナップ3種類の中ではクオリティ的にはね、ワンランク下がるんじゃないかなという感じはします。ただこのヒアリっていうのは、そのヒアリが一部稼働するフィギュアとして商品化されたっていう、その1点のみが最大のセールスポイントだと思いますので、まあ、そこだけでもね、全然入手する価値はあるんじゃないかなと思います。で、あとね、これ販売形態がカプセルトイっていうところもいいですよね。そのカプセルトイってさ、やっぱり回せば回すだけダブるんですけど、このヒアリっていうのはね、群れを作る生物ですので、ダブってもね、全然悲しくないんですよ。むしろダブればダブるだけありがたいっていう感じの、そんなアイテムとなっておりますので、まあ、そういうね、販売形態も込みで考えると、このヒアリにもね、このヒアリなりのセールスポイントっていうのはね、あるんじゃないかなと思いますし、まあ、このヒアリね、気になった方はね、ぜひとも手に入れてみてほしいかなと思います。というわけで、危険生物大百科恐怖の牙ラインナップ3つ目のヒアリでございました。それから商品にはこんな感じのミニブックが付属しております。危険生物大百科恐怖の牙ですね。人間に危害を及ぼす危険生物、しかし人間の自然開発による彼らの食物や生息場所の減少が彼らと人間の不幸な接触をもたらしている場合も多いのです、という意味深なことが書いてあるんですけど、これ前の段までのミニブックには、この危険生物たちは確かに危険ではあるけど、それはあくまで人間にとって危険であるというだけで、この生物たちにとってはその日々を必死に生きるために、ただただね、生きるためだけにその能力を使っているに過ぎないみたいなことが書いてあって、まあ非常にね、ありがたい言葉だなと思っていたんですけど、今回はちょっとバイアスがかかってる感じがするというか、この人間の自然開発みたいなさ、愚かな人間が向こう水な自然開発をするからみたいな、そういう感じのね、バイアスかかった文章になってて、ここはもうちょっとね、フラットな文章にしていただけると個人的にはね、いいかなと思いました。で、ミニブックの内容的にはこんな感じで、フィギュアのラインナップや、あとは
稼働ギミックの解説だとか、それから各生物の生態なんかが載っております。はい、というわけでタカラトミーアーツの危険生物大百科恐怖の牙ラインナップ3種類紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。そしてせっかくなので今までの危険生物大百科シリーズのアイテムを全部一緒に並べてみました。今回のアイテムはライオンは造形も塗装も頑張っててよくできていると思います。でアリゲーターは造形も塗装もそつがなくて安定感があります。でライオンとアリゲーターには肉と亀が付属しているので、そのあたりでもお得感があると思います。でヒアリは今回のラインナップ3種類の中では、まあ、造形も塗装もギミック的にもちょっとね他の2種類と比べてワンランク落ちるというか見劣りする感じはありますけど、まあ、ヒアリの稼働するフィギュアが手に入るっていうところがポイントが高いんじゃないかなと思います。ただ個々のラインナップではなくて今回のこの危険生物大百科恐怖の牙全体の総評としては、今までの危険生物大百科シリーズと比べて若干ラインナップのパンチが弱いかなっていう感じがしますね。今までのシリーズだとオホジロザメとかカツオノエボシとかワニガメとかヒグマハブカっていう、まあ、僕らが日本で生活していてもワンチャン出会う可能性がなくはない感じで、こう自分の生活と地続きの危険性みたいなのが感じられたんですけど、今回はそういうのがあんまりないというか、まあ、ヒアリはね日本で発見されましたって数年前から何回か話題になってましたけど、ライオンとかアリゲーターとかは日本で生きてたらまず出会うことはない感じの生き物なので、そのあたり危険性が肌感覚で伝わってこないところがあるんじゃないかなと。まあ、もちろんねライオンもそれは出会うことがあったら危険だと思いますよ。ライオンがね危険じゃないとか、それサバンナでも同じこと言えるのって感じなんですけど、まあ、日本で暮らしててライオンとかねアリゲーターとかに出会うことって基本的には動物園にでも行った時くらいだと思いますので、そういうところで危険生物としてのパンチが足りないラインナップっていう印象が個人的にはありましたね。まあ、とは言っても物としては安定感がある出来だと思いますし、あとはヒアリの稼働するフィギュアが手に入るカプセルトイなんて多分この危険生物大百科恐怖の牙くらいだと思いますので、まあ、そのあたりで魅力を感じた方には一度触ってみてほしいところです。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。